日本共産党の井上聡です。今日は参考人の皆さんありがとうございます。まずあの内田参考人にお聞きいたします。あの先ほども若干議論になりましたけれども、この児童対象性暴力等が行われる恐れのお判断の問題でありますけれども、あのこの間本会議でこれあの恣意的なことがないようにということで質問したんですが、答弁はですね。 それぞれの具体的な内容や判断プロセス等などについて恣意的、乱用的な運用がなされないよう施工までに関係省庁、関係団体と協議しつつ事業者向けのガイドライン等を作成ししっかりと収支してまいりますというだけでありまして中身は何もなかったんですねであのあの先生、やっぱりあのこういう恐れの恣意的運用がされないためにこそのやはり具体的な内容や判断プロセス、まあ今後 協議されるわけですけど、これは抑えなくちゃいけないというような、この柱、具体的な中身について、えー、お考えがあったらお聞きしたいいと思います内田参考人、えと今あの、委員が挙げられた恐れというのは、あの具体的には6条で規定されている、まあ、防止措置のです、ねはい、の,あの契機となる恐れということかと思います。 で私はあの最初の陳述の中で申し上げましたようにこの法案の非常に大きな意義がこの性児童に対する性暴力を防止するための措置をさまざま講じるということを義務付けた点にあると思いますつまり、まあ、生じた後の救済もさりながらやはり発生させないということが何よりも大事で,でそのための恐れというのは 私は非常に早い段階から察知していいんじゃないかと思います。あのまあ、え学校やあのこの認定を受けた事業者は面談を通じて、えー、早い段階からコミュニケーションをとることで自発的にコミュニケーションをとることで兆候がないかどうかということをあの調べることが義務付けられています。でその中で 何らかの懸念が発生してくればやっぱりそれに対して対処していくべきだと。恐れ ででって何かか刑罰をあの課すとかですとね非常に厳しいサンクションを課すということになるとそんな恐れでサンクションを課すのは恣意的であるという批判になると思いますけれどもこれは予防のためにさまざまな措置を講ずるその措置には段階がいっぱいあると思いますので初期的な段階からもっと重い段階までさまざまなレベルの措置があって早い段階の措置はもう軽微な 懸念のとところからやってもいいいんだと思いますそういう意味ではあ,のある程度恐れをもう恣意的に判断してでも早い段階の措置を講じていくということは私はあの認めてよいのではないかと思いますただその措置はあの、えー、従業員に何かあの人権侵害に及ぶようなあの制約を加えるというのではなくて。 もう少し警備の軽いものだとは思いますけれども、しかしとにかく予防ができるための措置というものは早い方がいいというふうに考えております。井上聡君上、ありがとうございました。次にあの福井参考人にお聞きいたしますけれども、あのこの行政と医療の連携の必要性ということを先ほどあの強調されました。あの先ほどの議論の中でこのストーカーと そしてこの小児性暴力っていうのがま重なる部分がかなりあるというお話がありました、あの今年の,あの4月後の世界にです、ね、あのストーカー加害治療は可能かという記事があって、その中であの先生のインタビューが出されておりますが、これを見ますと、あのストーカー規制法に基づく禁止命令を受けた加害者全員に対して、命令後も警察が定期的に連絡を取ったり、えー、精神的な治療に効果があることを伝えたりする対応を、 1、えー、十都道府県警察において施行、まあ、をするということが出ておりまして、そのこともあの先生、お話になってますが、これはあの、今後のやっぱり小児性被害にもです、ね、こう関わってくることだと思うんですが、まあ、この施行的なものがです、ね、現状がどうなっていて、効果および課題がどうなっているのか、あのーまあ、特に子どもたちの性被害にもこう関わらせていく上でえで、ー、どういうことが必要か、お考え、聞かせてください。 参考人、はい、えです先ほどちょっとコメントをしようかなと思ったんですけど、あの先に言っておくと、ですね医学上、ストーカーは性犯罪ではないんですね、でえー、病理も全く関係がないあの、性犯罪というのは基本的に性的欲求の充足を目的としているもので、ストーカーというのは、まあ、相手に対する恨みの感情とか、そういうものからの復讐とかっていう。 ももののがが動機であるということでで、まああの、えー、扱いもまるるととといいいうううこ扱まま違りすねでただまあ可能であるその子どもを守るという意味でもし、えー、子どもに対するストーカー行為ということがあったとするのであればそれはあのストーカー規制法なり何なり他のことで検挙されるということは当然ありうると思うので,でその場合はあの先ほどもお,おっしゃられたように これは警察庁管轄で警察庁はそのストーカー加害者が再犯に至らないように要望するというようなことをやっているのでそういうことを組み合わせて例えばこういう法,理法案の中に入れるということは意義があるんじゃないかなというのを思います井上聡君あの先ほどの中でもそ,のそういう,こう性的なこのいろんなことを持っていることに対応する。 あの医療従事者が非常に少ないといとうお話がありましたであの、先ほどのお話の中で、そもそもこの医療をですね、精神科を受診しても、まあ、治療の対象ではありませんと門前払いをされるということで、まあ、そもそも受診者も少ないということもあると思うんですが、この,あの世界の雑誌の中で、そもそもそういう人たちを扱う場合はです、ねその、そういうその加害者になりうる人が、実際に加害をして、被害者が出たと。 いう場合にその、いわば治療をしていた医者の責任も問われる場合があるということから、やはりこのもっとあの特殊なリスクを背負,う背負う部門としてのいろんな資格とか、手当とか、そもそも医療の対象にするべきだとか、いろいろ課題があると思うんですけれども、やっぱり実際のやっぱり医療の充実をしていく上での、その辺のお考えをお聞かせください福井参考人、おっしゃるとおりで、えー、っとまあ、 今日もそういうようなそのジレンマみたいなことが出ていると思いますけども何か起きたときに例えば通報の義務と患者の守秘義務をどっちを優先するのかっていうのは決まったあの答えのようなものは用意されているわけではなくて毎回毎回それ悩まなきゃいけないわけですね。で、まあ、あと実際上その事件化とかした場合には、えー、まあ言ってると警察検察から過去の,その診療録等を全部コピーして出せというようなまあ こう紹介所のようが来てそれに対してもどうやって対応するのかとで、まあ、我々の機関はそういうことが日常的にあるので、えー、顧問弁護士がいてその都度どういう対応すればいいかということを相談しながらやってますけども急にあの今の一般の、えー、医療のものに全部それを対応しろと言われたら到底できないとその辺の,そのおっしゃられたように責任もくるというところの 医療従事者のそういうことも守られるような何か、えー、法的な裏付けとかそういうものもいるようになると思いますね。井上聡君ありがとうございます。長谷田参考人にあの性教育の問題でお聞きをしたいんですが、あのー、日本の性教育そしてあの命の安全教育のお話もありました。そあの本会議でこの命の安全教育は性教育じゃないんですかとお聞きいたしますと、えー、政府の答弁はこれは。 えー、性犯罪の加害者や被害者、傍観者にならないことを目的とする安全教育であって、えー、いわゆる性に関する指導とは目的をことにしておりますと、いわゆる性教育ではないんだという答弁でありました、で一方は先ほどありましたように、学習指導要ではまあ性教育の歯止め規定があるわけですね。でえー、即に先先生があの先ほどののの中でそのいわゆるこの体の おお権利教育え体の教育でしたかね、これがあの日本の場合にないということをおっしゃってました、まあ、そのことがですね、えー、どういう問題なのかとお、今のやっぱり性教育、日本の学校における性教育の問題、そしてこの,体あの命の教育をですねこう発展させていく上で、あで、どういう課題があるかということをもう少し詳しくお願いしたいと思います。はい、浅井参考人はい あの命の安全教育というのを私はあの文科省のところでも、えー、内閣府の男女共同参画局にも行って、えー、別件で,です、ね、議論もしながらあのお聞きをしましたで命という定義はそもそも何ですかというふうに、えー、聞いた時にもう両方の部署が調べますけどって慌てたんですけども 答えられないんですよこれはあの立憲民主のところで、あの <coughs> 文科省とのヒアリングで、私もあのあの意見を述べなさいということで、機会いただいて、そのときにもお聞きしたんですけれどもあの、答えられないんですよ、命の定義もないのに、それ命の安全教育ってやるんですかということを聞いても答えられないと。まあこれはまあ もう大前提の問題定義さえもないとでやっぱりあの大事なことは、やっぱり事実に即して、えー、何を学んでいくかということが今、えー、子どもたちに必要な性教育、私はやっぱり事実、現実、真実というこの3つの実を子どもたちにちゃんと教えていくと、そのことをてこに伝えていくということをです、ね、大事にしていくのが、えー、今、性教育で問われている。 包括的性教育で問われていることだとだ同時に残念ながら日本の国は、えー、性教育という言葉さえ使うことを許さないしなかった国なんだとそれを、まあ、ある人が考えて命の安全教育という形で、えー、性教育の中身をやるんじゃない今委員が言われたように性教育の中身じゃないんですよ。 でまあ、率直に言うとかなりあの命というキーワードを使うことによって道徳教育と重なる部分がどうしても全部だということじゃなくて重なる部分もあるとしたがってあの体というのはかなり事実に即した学び方が必要だと、えー、例えば体の名称自体も知らない子どもたちが少なくないという現実がありますそして自分の権利自体は体でやっぱり 体得ししたりりり学んだすするとということもありますし自分の体の外だけではなくて内臓も含めた内部の体ということを知ることによって自分の、えー、自身の、まあ、アイデンティーの、えー、重要な部分も獲得していく、まあ、そういうものとしてですね私はあの性教育は、えー、体の権利教育を一つ柱としてやっていく必要があるんではないかという問題提起をしております。 井上聡学習指導要領でその歯止め規定を挙げている理由として、これも本会議ではです、ねそのまあ、児童・生徒間で発達の段階の差異が大きいので、あの一律じゃなくて、ここにやる必要があるんだと言うんですけど実際にここにもやられてないというのが実態だと思うんですね、ですから、確かにあの児童・生徒に発達の段階の差異があるのも事実だと思うんですが、そういうことを配慮した上でも、 やる方法はいくらでも私はあると思うんですけれども、その辺お考えがあったらお聞かせください。ああ浅井参考に発言はあの指名の後でお願いをいたします。浅井参考人。はい、ありがとうございます、えー。例えば算数だって英語だって。いろいろな理解はそれぞれ違うじゃないですか。じゃあ、そのバラバラで個別指導なんてできないわけですよね。で、そういう一つとってもそうなんですけれども。 性教育というのは、やっぱりあの例えば1952年にです、ね、文科省が中高生の性教育の、まあ、あり方というような用語を使ってです、ねあの、方針を出しているんです、それはもう明らかにです、ねえー、もう私たちが言う性教育というよりも、えー、ネたこを起こすなという、その観点で、えー、抑制的な性のことを、 いろんなことを科学的にちゃんと教えたら、いろんな問題を起こすじゃないかと、そういうことなんですよ、そして個別的に必要な子については、えー、個別指導すればいいじゃないかと、こういう、えー、通知が出てるんですね、これ一貫して、そのままなんですよ、残念ながら。個別指導をすると言いったってね、誰をこう、例えば、言葉悪いけど、例えば、この子とかね、ピックアップするの。 何かそれほど子どもの性行動、性意識を、ね、教員が把握しているかというとそう、そうはならない、そうであるとすれば、全体の一斉的な共同の学習をすることによって、まだ不十分だなというやり取りの中で、思われる子どもについて、個別指導を必要であればすべきだというふうに思います。そもそもも最初から性教育といいううののはは個別指導でやるべきだというのは 全く事実、現実と違う対応の仕方なんだということを言わざるを得ないと思います井上聡志君ありがとうございました。あのイギリスのですねあのあの、この包括的性教育についてもご紹介いただいてますけれどもあの、具体的に学校の中で、どういう形で、どういう内容で、えー、行われているのか、ご紹介いただきたいと思います。浅井参考人はいあの あのこれは2000年のですね、えー、数年前なんですけれどもあの、この方針が出まして、人間の教育、人間関係と性の教育という、および健康教育というのがです、ね、これは出されました、これは法的拘束力を持つ方針だということでございます。 でこれ、大臣による、まあ、日本でいう文科省の大臣、教育省の大臣です、今、名前が教育省に変わりました、その方が、えー、その方針の序文に書いてることはこうの、こういうことを言ってるんですよ、えー、今日の子どもと若者は複雑性が増す世界に生きていると、オンラインとオフラインの境界がなくなった世界だと、刺激的ではあるが、課題や危険もあると、このような環境の中で安全で健康でいる方法、学業生活、 個人生活、社会生活を前向きに生きる方法を彼らは知らなければならないと、それを公費で運営している学校できちんと教えるというのがこの方針ですと、これをそういう意味でいうと、義務化、必修化をしているということを進めています、でその中には、えー、この DBS とも関係あるんですけれども、柱の一つは、教育における子どもの安全確保と、安全保持ということが、方針の中、出ております。 そういうい具体的な、えー、柱を通してですねその DBS に、まあ、必要なですね、えー、子どもたちにも被害を受けることに対して、まあ、できるだけ防御できるそういう力というものをです、ね、どうつけていくかとあるいはジェンダーというものがいかに暴力を容認することに近づいていくそのてこになっているかということをです、ねえー、学んでいくそういうことをですね 小学校のレベル、中等教育のレベルでも、これを、まあ、一週あるいは義務化という形にしているということをです、ね、これセットになっているといあくまでも教育とそういう法的な、えー、措置をです、ね、セットにして、えー、イギリスは進めているということはです、ねえー、私たちは学ぶ必要があるんではないかと。少なくとももう えー、性教育ということに対してですね、えー、もう歯止め規定などというのはですね本当もう撤廃してくださいもうこんなことで現場がですね性教育をやりにくくなっていることに対してやっぱり本当に私は問題だというふうに思っております井上聡君あり,ありがとうございました、えー、あの最後に宮島参考人にお聞きいたしますが先ほどの意見人事の中で あの子どもにとってこの被害を開示することは極めて難しいことだというお話がありました、あのー、実際あの学校などで言いますと結構その先生にあの授業中に体をねさらわれるとかまあいろんなことがありますがあの結局学校に行ってもなかなか取り合ってもらえないということがあってかなりハードルが高いと思うんですがあの具体的にその子どもにとってこの性被害を開示する上で どういうあの仕組みであるとか、どういうこう配慮をですね、えー、強めることが必要かお考えを聞かせてください。宮島参考人。はい、ありがとうございます。まずあの年齢に合わせた対応が必要だと申し上げたいと思います。えー、幼児さん、幼児まあまず乳児はですね自分ではあの語れませんから、まああのその鳴き声かあるいはそのお。 まあ実際これはどちらかというと家庭の虐待ですけれどもあの正規の異常,異常よりは、まあ、あの感染症とかあの、まあ、実際の事例でもです、ねまあ、小学校の高学年の事,事例でしたけれども、えー、と被害を受けていて、えー、正規の挿入まであったんですが、まあ、その子をその受診病院に連れていったところ幼児のときにそういった 受診歴があったとそのことを合わせてこれはあの虐待があったということをあの判断すべきだとまたその子は陰謀が入ってなかった年齢なんですが正規の中に大人の陰謀があったとこれはあのその前の日に被害を受けたということを子どもがあの開示した結果にそういう動きができたんですけれどもえでもその子が その被害を打ち明けられたのはあ自分が受けている被害がこういうものかということが分かった後二2年経ってたと言ってました。まあ、担任の先生が男性男性女性になってそれで、えー、女性の担任の先生になってあと保健の先生にも話せて、まあ、その連携の中で、えー、その子は被害を訴えることができたと。まあ、それれでこれはあの刑事事件として えの児童相談所から告発しましてそしてあの実刑判決が出ました、まあ、そういうことができますねあのまあ年齢その子だってずっと長い間やってたわけですけれども、えー、発見とかはまあ10年以上かかっているということですねあと小学校の低学年とかやっぱ高学年は違うというふうに思いますし今度中高生になれば中高生で、まあ、LINE 相談とか例えば今度7月からあの えー、性被害の LINE 相談を始めますよと神奈川県の,あの、えー、方で告示しているネット記事を見ましたけどあのやはりあなたの,連絡,あの連絡はこのように扱われますよっていうようなことで基本的には絶対に他に話さないけれどもあなたの命を守るためにはあのこういう時にはこういう行動をとりますとかあるいは本当に対策を進めていく上であなたからお聞きした内容をそのままあなたが特定されるようなことはないけれども。 でも対策を取る上で統計とかそういうものはちゃんとあ,のあるいは事例についても特定されないように確保した上で使うことがありますというようなことをちゃんと書いて案内してますねあこういうふうにやっぱり考えながらあのネットの相談ということを促すんであればあのしなきゃいけないんだなというふうに昨日かおととい見たんですけどありましたでもそれはやはり、えー、小学校低学年の子には無理である。 やっぱりそれぞれの年齢に沿った形で、えー、対応しなければならない、またそこの子どもが所属している、そこで被害を受けるということであれば、まあ、そこの,あの、えー、事業所に合ったやり方等をやっぱり考えなきゃならないと、まあ、ガイドラインが必要だっていう議論がずっとされていますけれども、あまり細かいものにしたら、 かえって私は難しいことも起こりかねないなというふうに今のような多様性があるで非常に個別具体的に対応しなきゃならないものをどうその、えー、ガイドラインを作っていくのか、まあ、児童虐待のことで言えばです、ね、法,令法律を見てそして、政令を見て、えー、しかもその後の通知を見なきゃいけないで,でもガイドラインがこれはガイドラインではなくてマニュアルのようになっていると。 でそれれに縛られて形式的な対応が広が広ると。やはり適切な対応というのは、まあ、法令を大事にすることは当然ですけど、まあ、理論に沿って対応するとかです、ね、職業倫理とかその倫理要項なんかをきちんと持ったあの支援者を育てていく支援団体を作っていく、まあ、そういう総合的なものが必要だと思いますので、まああのまあ、そういう中での知見を集めて対応すべきだというふうに考えます。ありがとうございました。佐藤